二棟並ぶ足軽屋敷金沢市足軽資料館は石川県金沢市に所在する加賀藩の足軽の生活を伝える文化施設である。金沢市内にあった江戸時代の下級武士である足軽の屋敷二棟を1997年11月に一築再現し、加賀藩の足軽の生活に関するお資料を展示している。 長町武家屋敷跡の一角に位置し、横を大野商用水が流れる。足軽屋敷は、高西家と清水家の二棟が保存展示されている。いずれも、木造平屋建て、石を聞いた武器の平い力理妻作りで、玄関から座敷に続く接客空間と、台所や茶の間などの生活空間が並列した間取りになっている。加賀藩の足軽屋敷は一個建てで、 屋敷の周りには池垣を回し、内側に植木が施されていたことから、その様子が再現されている。高西家の足軽屋敷は、加賀藩の足軽美脚の屋敷地であった、旧早道町に残され、1994年まで住居として使用されていた。清水家の足軽屋敷も、高西家と同じく旧早道町に残されていたもので、明治時代以降も、 代々足軽の子孫が受け継ぎ、1990年まで住み続けられていたものである。ABC、金沢市歴史的観光施設及び観光駐車場条例金沢市、金沢市中心市街地活性化基本計画3、中心市街地の活性化の目標金沢市2012年3月。ありがとうございます。